ローラ・ハービーは、イングランド出身のサッカー指導者、元女子サッカー選手。現在は、NWSL のユタロイヤルズ FC の監督。以前は、アーセナル・レディース FC や、シアトル・レイニ FC で指揮をした。イングランド中部のウォリックシャー州バルキントンに生まれ、ヌニートンにあるジョージ・エリオット・スクールに通った。父は、イングランドサッカー協会や、コベントリーシティ FC で、 サッカーのコーチをしていた。幼い頃からサッカーを始め、14歳から地元のコベントリーシティ FC のチームで大学に進学するまで6年間プレーした。ウルバーハンプトン大学でスポーツ研究の学位を取得した。ウルバーハンプトンワンダラーズ W 会 C を経てバーミンガムシティル FC でプレーしていたが、22歳の時に全十字人体を断裂し、 選手としてのキャリアを終えざるを得なくなる。バーミンガムシティル FC2002 年に、バーミンガムシティル FC にアシスタントコーチとして、指導者のキャリアをスタートさせ、2007年に監督に就任する。アーセナルレディス FC2008 年、アーセナルレディス FC のトップチームのコーチに就任。翌年、アーセナルレディスのアカデミーアシスタントディレクターと、 リザーブチームの監督にフルタイムで従事する。ハービー・ウィズ・ダー,ーセナル LFC 인2011-2010年2月、トニー・ジャービスの突然の辞任を受けて、アーセナル・レディースの監督に就任。この時ハービーは、私にとって本当に名誉なことです。女子サッカーの世界で、特に、イギリス国内では、アーセナル以上に素晴らしい場所はありません。サッカーのコーチになろうと思った時、 アーセナルの監督になるということは夢であり、情熱であり、考えられる限り最高のことで、私にとってこれ以上のことはありません。と述べた。2011年にアーセナルレディースに、リーグ、FA カップ、インターコンチネンタルカップの3冠をもたらし、ホスルの年間最優秀監督に選ばれた。2012年に在職期間を終えるまでに、3年連続でリーグ優勝。 二度のコンチネンタルカップ、一度の FA 杯を獲得した。2011年11月、東日本大震災からの復興支援を目的に、武蔵川岡短期大学の招待によって、アーセナル LFC が行ったジャパンツアーで監督として来日している。アーセナルレディースは3試合のチャリティーマッチを行い、その年のナデシコリーグ王者であったイナックコーベ。 レオネッサと1の1と引き分けたが、その後ムサシガオカタ大学を5の0、日程レベレーザーを3から1で下した。ハービーはこのツアーについて、ツアーは素晴らしかった。ワールドカップ王者のホームに来られたこと、そして女子サッカー界でトップレベルのクラブを相手に実力を試せたことは、本当に信じられないような経験だった。滞在中は誰もが私たちを温かく歓迎してくれ。 有効的に接してくれた。サポートも素晴らしかったし、試合からも多くのことを学んだわ、とコメントしている。また、この来日中に将来有望な日本人選手として大滝あ美と横山久美をアーセナルのトレーニングに招待しており、この2選手を高く評価した。シアトル・レイン FC2012 年12月21日、アメリカで新たなプロリーグとして立ち上げられた。 NWSL に所属するシアトル・レイン FC の新監督として就任。2013年のプレシーズンにはシアトル・レインの監督として再び来日し、なでしこリーグのイナック・神戸レオネッサ、福岡 J& アンクラス、野島ステラ・神奈川・相模原とプレシーズンマッチを行っている。しかし、創設1年目のシアトルはチームの主力であるアメリカ代表の GK ホープソロー、 手首の怪我、エイミー・ロドリゲスは妊娠、メーガン・ラピノーは、フランスのオリンピックリオンにレンタル中で試合に、出場できなかったため、シーズンの前半は0勝9敗1分けと厳しい、船出となる。シーズン後半は、ソロとラピノーが復帰し、また新しく数名の選手を入れ替えたことで巻き返した、ものの、5勝14敗3分けの8チーム中7位で、シーズンを終える。 2013年8月、シアトルとの契約を2017年まで延長した。2014年シーズン、スコットランド代表のキムリトルや日本代表のカワスミ、ナオミラを補強したシアトルは、開幕から16戦負けなしのリーグ記録を達成。チームは、レギュラーシーズンを1位で終え、NWSL シールドを初めて獲得。プレーオフの準決勝のワシントンスピリッツ鬼ので、 下し決勝に進出したが、決勝でカンザスシティに1から2で敗れた。シーズン終了後、リーグの年間最優秀監督に選出された。2014年12月、イングランドサッカー協会の最優秀監督に選ばれ、またフィファの最優秀監督の候補にもなった。2015年シーズン、シアトルレインを2年連続のレギュラーシーズン1位に導く。プレーオフで、 ワシントンスピリッツを3から0で下したが、ポートランドで行われた決勝では昨年と同じ相手、カンザスシティに0から1でまたしても敗れた。シーズン終了後、2年連続でリーグの最優秀監督に選出された。2016シーズン、シアトルは8勝6敗6分けの5位に終わり、2013年シーズン、以来3年ぶりにプレイオフ進出を逃した。2017シーズン、 シアトルは9勝8敗7分けの5位に終わり、2年連続でプレーオフ進出を逃した。シーズン終了後、5年にわたり、勤めたシアトルレインの監督と GM 職を退任することが発表された。同年11月27日、NWSL のユタロイヤルズ FC の初代監督に就任することが発表された。2005年から2011年まで、 イングランド女子代表の U-17、U-19、U-23 でアシスタントコーチを務めた。ありがとうございます。